ゆうすけひろです。いろいろお騒がせしてすみません。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。はい、すごいありがたいお話をいただいて、みんなでこうやって一つの本を作れてやっと発売を迎えられたので、すごく今日楽しみにしました。ありがとうございます。一回こう恥ずかしいっていうスイッチが入ってしまったら、もう多分仕事にならないなと思ったので、もうそこはもうなんかこう綺麗に撮っていただけるっていうことで、割と恥ずかしさをほとんどなくやりきりましたね。報道で噂の彼氏さんは、はい、この写真集を撮るにあたって何かおっしゃっていらっしゃいましたか？そうですね、まあでもなんか割ともうゆきちゃんらしく楽しく思い出としてやっておいでってこう行ってらっしゃいと出してくれたので、すごい頑張りました。高い方ですね。お手紙持ってくださったそうですね。そうです。カバンの中に手紙入ってて、撮影する前に気づいて頑張ってねって楽しんでおいでっていうのを書いてくれたので、ありがたいなと思って。はい、そうですね、なんかこう一般人とか芸能人とかっていう違いとかっていろいろちょっと一人歩きしてしまってる部分もあると思うんですけど、本当にこのタイミングでありがたいことに双葉社様の方からどうですかっていうオファーをいただいたので、本当シンプルにお願いしますっていう気持ちで、こう34歳の自分として何かこうできることがあればなと思って、まあ、ちょっと思い出作りじゃないですけど、ぜひお願いしますっていうので受けさせていただきました。はい、今まで芸能事務所に所属させていただいて14年間バラエティに出させていただいたんですけど、芸能が引退して、で今本当に特にもどこにも所属もせず、普通にこう本当に一般人の方が使えるツールだったり、SNS だったりインスタだったりとか、まあ、YouTube だったりとかを使って何か今のゆきながこうなんか発信できることがあればしていきたいなっていう思いでやってるので、なんか前みたいに芸能事務所に所属してバラエティに私はちょっと出ていたので、バラエティに出るっていうのは今の時点では全く考えてないので、一般人っていう言葉を使わせていただいてます。そうですね、私は本当にこうやって本当にシンプルにオファーいただいて、やりたいって思って思い出作りとしてこうやって作らせていただいたのも含め、あとSNS だったり YouTube で私を見てまた何か感じてもらったりとか、今のもう芸能界を引退したりなでも発信できる何かがあればやっていきたいなっていう思いです。2人の娘はこの仕事が決まった時にもう真っ先に報告したんですけど、もともと娘なんですけど、こうちょっとユッキーナのファンでもいてくれて、そこに関しては「えママの またそういう本が見れるの?」みたいな「え楽しみにしてるね」って言ってくれたので、そういう意味でも娘にこう何て言われるだろうって思いながら作れました。すごい楽しみにしてくれて、出来上がった時も姉妹で会話として、どのページがいいみたいな感じで目の前で、これママ眠そうだねとかっていう会話を見ててすごくほっこりしました。ありました。やっぱ芸能界にいて雑誌の撮影だったりとか、本の撮影だったりとかもさせていただいてたペースもやっぱりめちゃくちゃありがたいことが多かったので、やっぱり2年間こうカメラに向かってかっこつけるとかっていうのをやってなかったので、その点は大丈夫かなって、こう動けるかなとかっていう不安はめちゃくちゃありました。だからこれがブランクっていうのかなというか、ただもうちょっともう気持ち的に思い出作りっていう気持ちがまたちょっと芸能界にいた時の撮影と
違う感情だったので、そこに関してはやっぱ感覚違うなと思いました。やめて、そうですね、やめたらマスコミの方に追いかけられないって思ったんですけど、全然それ関係なくってびっくりしちゃいました。めちゃくちゃびっくりしちゃって、もう引退したんですけどって言っても、いや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 っていうお返しをもらったので、あ、関係ないんだっていうのは逆にあったんですけど、やめてよかったなっていう点は、なんだろう、でもそうだな、なんか未練とかも全くないっていうのはなんかあるんですけど、やっぱこうあの時代のバラエティ番組だったりとかに出させてもらって、すごくいい経験させてもらったので、もうやりきった感でしかないので、やめてよかったなっていう部分はまだ感じてないですね。やっぱもうやりきったっていう思いが本当に本当強くって、自分でもやっぱりやめてみて、やっぱね、何ヶ月後とかになんかこうちょっとじわじわ来るのかなとかって思ったんですけど、本当14年間ずっとああいうもう本当に素晴らしい本当バラエティ番組のレギュラーにさせてもらったりとか、しまいにはなんかもう紅白歌合戦にまで出させてもらったりとかっていうのが、本当にもういい思い出になったなってすごい思ってるので、なんか誇りですね、自分の中で。やっぱ普通じゃ経験できないことをさせてもらったので、その点本当に良かったなって思ってます。ちょっと頑張って最近YouTube の方でなんか私の一日みたいにやってみたんですけど、本当にあんな感じでリアルに最初の方とかはやっぱりもうなんだろう、ちょっと19から芸能界にいてずっとこう忙しく働かせてもらってたので、一回こうなんかもう好きな時間に好きなだけなんかもうラーメン食べたりとか、なんかもう別に次の日とかあさってとか顔向くんでも、もう私何もないので、そういう生活をしててめちゃくちゃ楽しかったです。すごいそれはいいよねって、私みんなが20歳とか21歳の時に友達とかと楽しく遊んでる時に寝ずにもう移動のね車の中でカップラーメン食べたりとかっていうのやってたから、ちょっと今いいよねっていう思いでやってたらどんどん太っちゃって、でもうこの仕事をいただいた時にやばいやばいやばいってなって、ちょっと食事制限だったりとかっていうボディメイクをさせてもらいました。そうですね、たまたま彼が車買う時期と私が車買う時期が一緒だったらしくて、でたまたまディーラーさんが一緒でそこで出会ったんですけど、私車屋さんだと思ってるぐらい車のことめちゃくちゃ詳しくて、今まで車を買ったりとかするのも全部こう人任せでやってたんですけど、そこの辺も芸能界を引退してからちゃんと自分でやんないとって思って、じゃあこの車はどうやって売ったらいいんだろうみたいな、こう今まで乗ってた車ってなった時にすごいテキパキご紹介いただいたりとか、車売る会社だったりとかでやってたら、あ、すいませんって実はっていうことで職業を聞きました。いや、してないです。じゃあ全く見てもらってない感じ。はい、見てるかは分からないです。この後ご報告する予定などありますか？いや、多分 TBS でお仕事されてると思うので、メディアを通じて見ると思います。いや、それについては再婚という形にこう囚われず、ずっと一緒にいれたらいいなと思ってるんですけど、特にその形にこだわらず、その時になって考えようかみたいな感じで話してます。すいません、うまい返しできなくて。なくもないです。はい、なくもないです。はい、今日は本当にありがとうございました。ちょっとね、喋りもこうちょっとやっぱ
これは反省しなきゃなと思うんですけど、本当に聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。それではこの後フォトセッションに入りますので、木下さんは一度退場となります。はい、退場します。ありがとうございました。ありがとうございました。